広島市への原爆投下に同行した科学調査班のハロルド・アグニューが撮影したキノコ雲の映像。原爆が炸裂してから約3分が経過した後の様子である。番組はこのキノコ雲が生じる3分前にあたる炸裂後0秒から10秒までの間に広島市内で起こった出来事を検証し再現する。原爆投下10秒の衝撃は NHK 総合テレビの NHK スペシャル枠で1998年8月6日に放送されたドキュメンタリー番組である。2005年4月3日には同局にて月1回放送の平和アーカイブス枠で再放送された。広島市には1945年8月6日に原子爆弾リトルボーイが投下された。番組は 原爆がどのような参加を地上と人々にもたらしたかを原爆が炸裂した最初の10秒間にタイムスケールを絞って検証し CG 映像やシミュレーション実験の映像そして多くの被爆者に取材して得た証言を交えつつ再現している番組が制作された1998年頃にはそれまで被爆経験を語らなかった人々が被爆後50年を過ぎて 重い口を開き始めていた。また当時は核兵器を持つインドやパキスタンといった国々が紛争を繰り返し、実際に核兵器が使用される可能性もなくはなかった。一方で、広島資源爆資料館への入館者数が年々減少しており、修学旅行で来館する学校が減ったこともあり、1998年には17年ぶりに130万人を割っていた。 原爆の体験が風化する危機感がある中、NHK 広島放送局では、原爆が炸裂した瞬間の最初の10秒間に起こった事象をクローズアップした番組を制作し放送することで、再び広島のように核攻撃を受けるかもしれない時代への継承とすることとした。番組スタッフはアメリカの3人の科学者に面会し、協力を依頼した。 ロバート・クリスティ博士は、マンハッタイ計画に従事し、広島、長崎で実際に使用された原爆の設計に携わった。開発当時、原爆は衝撃波の影響を最大にすべく設計されたが、実際に広島、長崎で原爆を使用したところ、熱線と放射線の影響が思いがけなく、大きいことに驚いたという。彼の他に、 核爆発が都市生活に与える影響などを研究している、物理学者のセオドアテッド・ポストル博士、核爆発が建物をどのように破壊するかなどを研究しているセオドア、クラウトハマー博士も来日した。スタッフはまた、日本の学者にも協力を依頼した。広島大学原爆放射線医学研究所の星、障子博士は放射線物理学の専門家であり、 広島市内の被爆資料から放射線量を測定している。自身が被爆者でもあるハサイ・ヒロミ博士は星博士と一緒に資料の測定を行ってきた。アメリカによる核実験に50年近く携わってきたハロルド・ブロード博士には広島市に出現した火球がどういったものだったかのシミュレーションを依頼した。日米の研究者らが討議を重ね、 以下に説明する0秒から10秒のシナリオを完成させた。番組スタッフはさらに多くの研究機関の協力を得て、シナリオに描かれた原爆に起因する現象のシミュレーションを行った。多くの被爆者の手記や証言にある原爆炸裂後に起こった出来事をこのシナリオと付き合わせ、人々が体験した現象が何だったのかを科学的視点から再現していった。 リトルボーイのレプリカ。まず原爆の炸裂点を1993年12月にアメリカ軍が発行したガイド 2US アタマスフェリック・ニュークリア・ウェポン・エフェクスデータに基づいて567メートルに設定した。また、リトルボーイの構造は機密であることから資料 US ・ニュークリア・ウェポン・ザ・シークレット・ヒストリーに掲載された。 設計図に近い図面に基づいて再現した。リトルボーイ内部のウラン235の二つの塊が爆薬の力で衝突し、核分裂の連鎖反応が始まる時点を0秒と定めた。爆弾の炸裂は100万分の1秒ごと推定された。この時までに核分裂時に発生した中性子がリトルボーイの外殻を通過し放出されたと考えられた。中性子は あらゆる物質の原子核に衝突して、次の放射線を生み出し、さらに物質からガンマ線を発生させたと考えられた。広島市内各所で採取したリード線や平い針に使われている銅を調査し、中性子によって銅から変化したニッケル63を測定して、市内に降り注いだ中性子の量を推定した。広島市の爆心地である旧猿学町の住民が、 原爆によって消滅した街並みの復元に取り組んでいる。疎開や出生で猿学町を離れていたため災下を逃れた人々の記憶や証言に基づいた電柱の位置に至るまで正確に再現した住宅地図が制作された。復元運動を進めていた田辺正明は住民が疎開先等に持参したため残った当時の写真を持ち街に聞こえていた音を被せて かつての猿学長の光景を再現した CG 映像を制作していた。また、猿学長の人々は松屋産業に依頼し、猿学長にあった広島県産業省令館も外観から内部までカラー CG 映像で復元してもらっていた。番組スタッフはこれらの情報と映像を用いて、猿学長を襲った参加を再現した。爆心地から130メートルの位置にあった。 エム建具店の2階建て家屋の模型を、間取りまで正確に制作し、当時この家の1階にいた、エム氏の親戚一家に中性子がどのような影響を与えたか推定した。降り注いだ中性子の一部は木造家屋を通過し、さらに屋根瓦や壁からガンマ線を発生させる。番組では、一家は中性子線とガンマ線を致死量となる57.7グレーを浴びたと推定した。 この時点で仮に原爆が炸裂せず、熱戦や爆風の影響がなかったとしても、爆心地付近の住民は助からなかったという。アリシヒの産業奨励館が制作した CG による復元映像が使用された。CG は松屋産業の HP に掲載されている。現在の原爆ドーム、熱戦が ドーム部分の屋根の銅板を溶かしたが、周囲のスレート吹きの屋根は溶けなかった。そこへ、衝撃波が襲い、ドーム部分を残して押し潰したと推定された。アメリカが行った過去の核実験のデータに基づき、次のように推定された。まず爆弾の内部で、ウラン235の核分裂が進行し、原爆の炸裂に至る。爆弾内部の温度は百五十万度に達する。 内部から放射されたエネルギーは爆弾周辺の空気に衝撃を与える。衝撃波が半径約8メートルに広がったあたりから閃光というより火の玉、火球として指認される。放射線が周囲の空気に衝突し青白く光らせる。100万分の15秒後、温度は40万度に下がり、火球は直径20メートルとなる。0.2秒後には、 火球の直径は310メートルとなり、表面温度は6000度で、この時に最も大きく明るく見える。また地上に熱線の影響が出てくる。2秒後までに熱線は90%が放出される。この頃からガンマ線が大量に放出され、空気が反応して紫色に見える。0.51秒後、火球は縮み始め、煙が出始める。1.7秒後には、 キノコ雲が形成され始める。この頃日常を襲った熱線による瞬間的な火傷が被爆死亡者の20から30%の死因となった。広島市では爆心地から2 3トルの距離までこの閃光火傷の被害があったとされる。また、熱線を浴びた建築物は表面の塗料に瞬時に気泡が生じるなどした。その時に 建物の前に人体などがあればそれが熱を受けるため、影になった部分は変化が見られず、影として残ることとなる。またこの段階で衝撃波が地上を襲う。窓ガラスが割れ、破片が音速を超える速度で人々を襲った。衝撃波は地上に激突し、反射する力が上から加わる力に再び戻され、2倍の圧力になって建物等を襲ったと推定された。 番組では、猿学町にあった産業省令官が熱線と衝撃波によって破壊され、原爆ドームとなる過程が松屋産業による復元映像データに基づく CG 映像によって再現された。爆心地の北西160メートルの産業省令官に高度567メートルから1900からに200度以上の熱線が0.2秒後に降り注ぐ。 現在ドーム状の鉄骨が残る丸屋根を覆っていた厚さ0 3ト、mm、ルの銅板が溶けたが他の部分の屋根はスレート吹きであり高熱に耐えたその0.6秒後1平方メートルあたり20トンと計算される衝撃波が到達する衝撃波は溶けずに残った鉄骨の間をすり抜け内部の螺旋階段のみを破壊する一方スレート屋根が残った部分は 衝撃波の圧力によって、ほぼ垂直に押し潰された。番組では、熱線と衝撃波による破壊にかかった時間を1秒と推定した。熱線の影響は3秒程度で消えるが、衝撃波は地上を伝わり建物等を破壊していった。3秒後には1 5トル7.2秒後には3トル10.1秒後には4トル先に到達したと推定された。 また、建物内に侵入した衝撃波が砕けたガラス片もろとも人々を巻き込み、打撲や列傷ををあせ命を奪っていったと推定された。さらに、地上が高温状態であったため、地上に近い高さを進む衝撃波には細かな渦が生じて破壊力を増したと推定された。爆心地から1 6トル離れた広島貯金支局のビルは4階建ての 鉄筋コンクリート作りだったため無傷で残ったものの中にいた80番組では衝撃波のシミュレーション実験を行い3.4秒後に四極を襲った衝撃波が建物内部に爆風の渦を巻き起こしたと推定した。また、広島地方気象台は爆心地の南 3.7km にあり衝撃波は9.1秒後に到達したと推定した。 そこでは湾型風速計が風速200メートルを観測したという。なお、爆風が複数回襲ってきたという証言が得られている。その原因の一つとして、キノコ雲の上昇に伴い暴風が生じて、雲に吸い上げる力が発生したことが考えられた。爆心地方向からの衝撃波で投げ倒されたものが、吹き戻しの猛烈な風で、爆心地方向へ引き倒されたと見られる事例もあるが、 竜巻や突風が生じたとも考えられ、番組では、事例のすべてが吹き戻しとは断言できないとした。慰霊碑の奥に見える原爆ドーム。100万分の1秒までの間に生じた、中性子、ガンマ線の照射は1分後まで続き、被爆した人に長期間にわたる影響を与えることとなる。20分後には、広島市内で火災による火事嵐が発生。三十分後には、 黒い雨が降り出し、雨水に含まれる放射性効果物により0.03から0.04、グレーの被爆となる。さらに残留放射能が外部から入ってきた人々にも放射線を浴びせ続けた。1945年末までに死者は14万人に達した。アメリカから来日した科学者3人は番組制作のためのこの10秒の検証をおえ帰国する前に、 日本からの科学者二人に案内されて広島平和記念資料館を見学している。クラウトハマー博士は見学者が感想などを書く、法明録にこの過去の教訓が我々の未来の姿であろうかといった趣旨のことを書いたという。番組は窓辺に置かれたこの法明録の向こうに平和記念公園の慰霊碑、さらにその先の原爆ドームを映して終わる。番組は 平成10年度文化庁芸術祭優秀賞、第29回科学放送賞高柳記念賞、第36回ギャラクシー賞優秀賞を受賞した。また、番組中に登場する原爆の検証、再現の CG 映像は高く評価され、財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会主催、通称産業省協催の 第13回マルチメディアグランプリ1998の CG 部門においてインダストリー賞を受賞している。このほか、1999年2月に開催された厚生省中央児童福祉審議会文化宝部会第1部会議において中学生以上を対象とする児童文化財として推薦、特別推薦された。ほか、ありがとうございます。